こんにちは、ゆういずみです。今日は最近私、頻尿がすごいので、そのお話をしていきたいなと思います。で、頻尿がすごくなったのが、ここ3週間ぐらいなんですね。で、突然の頻尿になりまして、もともと、まあ、あの、他の方に比べると尿が近い方ではあったんですけども、ちょっと最近はですね、病的な異常なほどの頻尿なんですね。それについてお話ししていこうかなと思います。 で、その頻尿の度合いにつきましては、朝の午前中が一番もう頻尿なんですよね。なぜか、あの、とても不思議なんですけども、午前中が頻尿がひどくて、で、あの、夕方とか夜にかけてだんだん大丈夫になっていく、普通の通常通りに戻っていくっていう風な、そういう感じなんですね。 で、それをですね、看護師の友達に相談しましたら、あの、看護師の友達よく登場するかと思うんですね、私の動画の中で。あの、本当にすごいお世話になっていまして、とても心強い、そういったお友達なんですよね。で、看護師の、あの、お友達に相談しましたら、えっ、ー、と、な、起きてる状態 あの、起きてる状態っていうのは、だんだん膀胱がこう垂れ下がっていくっていうことなんですよね。重力で。なので、夕方とか夜には膀胱が伸びて容量が大きくなってるんじゃないのっていうふうな、そういう意見だったんですね。で、あ、なるほどっていうふうに思ったんですけども、あの、何しろ午前中はですね、本当に30分に1回ぐらい、もうちょっと前に行ったのにっていうふうな感じですよね。もう30分に1回ぐらいの尿意が来るわけですね。 で、それをですね、よく、あのトイ、尿意があるけども、トイレに行くと何も出ないとか、聞くことがあるんですねあの。膀胱炎の方とか、そういう症状があるよっていうふうに聞くんですけども、そうではなくて、30分に1回トイレに行きたくなりますよね。で、そうしましたら、もうトイレに行くともうすごい出るんですね。で、その尿意っていうのは、もう全然我慢できないような、もう、 なんて言うんですかもう今にも出そうっていう風な、そういうこう尿意なわけですね。波があるとかじゃなくて、もう今まさに出そうっていうふうに、うわってこう、発作的なそういう尿意が来るわけですね。なのでもうその場ですぐにトイレに行かないといけないようなそういう尿意なんですけども、ちょっとずつ尿意が来るわけではなくて、突然わっとこう、発作的なそういう尿意がバッと来るんですよね。 で、それで急いで駆け込むんですけども、それがですね、私、仕事がまつ江区とかまつげパーマはそういう仕事をしてるんですけども、お客様をやってる時に途中でこう、匂いがわっと来たりするわけですね。で、それで、まあお客さん放置してでも行かないといけないので行くんですけども、 それが、こう、まつげパーマとかですと、あの、放置時間がありますよね。10分とか15分とか、あの、まつげパーマの場合、放置時間がありまして、で、そうすると、枠が、例えば1時間とかあるじゃないですか。そしたら、その枠の1時間の中で必ず仕上げまでしないといけないんですけども、それがですね、尿意が来てしまいますと、あの、一回通りに行くと、こう、棒の出し入れとかもありますから、5分とかかかるわけですよね。 で、そうすると1時間の中の5分ってかなり大きくて、で、時間のロスになってしまうわけですね。で、あとは放置時間の関係がありまして、放置中に行くとその放置の時間が終わるまでに戻って来られなかったりとかするわけですよね。だそれですごく困っていまして、で、えっ、ー、と、今週ですね、あの、泌尿器科に行く機会がありますので、その泌尿器科の先生に相談しようかなというふうに思ってるんですけども、今本当に頻尿で困っています。 で、そういったことをお客様とも、あの、お話ししまして、お客様に相談したりとかもしてるんですね。<laughs> 私、あの、そういった、こう、性転換の話とか、あの、彼の愚痴とか、そういうのも、こう、お客様とお話ししたりしてたんですけども、で、こう、何でも話せる中のお客様とかもいらっしゃいますよね。で、その、頻尿についてお話ししましたら、あ、そうしたら、この近くに、あの、有名な漢方の、 素晴らしい先生がいらっしゃるから、そこで相談してみたらっていうことだったんですね。で、教えていただいて、その漢方の専門のところにちょっと行ってみたんですけども、そうしましたらたまたまあの先生がいらっしゃらなくて、で、またいらしてくださいっていう形だったんですね。なので、まず、泌尿器科の先生に相談しまして、で、あの、これはどういう原因なんですかとか、どういったことをしたらいいですかっていうふうな。 とても困ってるんですけどっていうふうな、あの、そういう相談をしまして、で、それからもし漢方にしましょうっていうことでしたら、その漢方の専門の病院にも行ってみようかなというふうに思っています。で、出てくる尿なんですけども、あの、汚い話でごめんなさいね。食事中の方とかちょっと見ない方がいいかなと思うんですけども、この後聞かない方がいいかなと思うんですけども、あの、尿が出てきますよね。 で、その尿の色を見ると透明なんですね。その頻尿の時の尿ですよ。そうすると透明なので、あの、なんて言うんですよね。こう、汚れが、本来、本来は尿ってこう、ちょっと黄色かったりとかするわけじゃないですか。なので、尿が作られる前に、その水だけ出てきてしまってるんじゃないかなっていう風な、そういう感覚なんですね。 過剰にこう、腎臓とか膀胱が動いてしまって、で、それで、あの、本来出なくてもいいものが出てきてしまってるような、飲んだ水以上に出てきてるような感じがするんですよね。なので、あの、ちょっと問題かなというふうに思います。で、あとですね、この、えっ、ー、と、シリコンのスティックを入れてますよね。 この膣にシリコンのスティックを入れていることによって、中で腎臓とか膀胱とかこう刺激してしまってるような、そういう感じがあるんですね。それで、あとはサイズアップをあの、だんだん少しずつしてるんですけども、ダイレーターのサイズアップをすることによって、それで、あの、なんていうんですか、こう刺激されて、で、あと圧迫されて、で、容量が小さくな、膀胱の容量が小さくなったりとか、刺激されることによって、それも尿意につながってる、 ような感じがあるわけですよね。ただでもその尿意があるわけではなく、の尿意があるだけではなくて、あの毎回すごい量がこうしっかり出るわけですよね。なちょっと異常かなと思いまして、病院でよく相談してみようかなというふうに思っています。 今日は、えっ、ー、と、私の頻尿についてのお話をさせていただきました。病院に行った映像の結果とか、あと治療の方針とか分かりましたら、あの、また皆さんにおは、あの、お伝えできたらなというふうに思います。ご視聴ありがとうございます。